マジかよ、お前の強さ、それちょっと反則じゃねえか。どうよ、鹿丸、俺ってば住人の資格十分だろ。つうわけで、約束通り住人試験受けさせてくれるよな。それは私を倒してからほざきな。話が違うってばよ。なんで上人の手まりが出しゃばるんだ。ほう、上人相手では自信がないか。よくそれでガーラに追いつきたいとか言えるものだ。こうなったらやっちゃいなさいよ、ナルト。いずれ望むところだってばよ。さっきは嫌がってたんじゃねえのか。なあおい、砂隠れの上人さんよ。私も戦ってみたくなったんだ、ガーラと張り合う愚か者とな。ナルト、いつでもかかってこい。お前が勝てたら私も便宜を図ってやろう。おっしゃ、今のセリフ絶対忘れんじゃねえぞ。強さとは。なるほど、ガーラが認めるだけはある。約束守ってもらうぜ、テマリ。それと鹿丸、中忍試験よろしくな。わかったよ、中忍試験の特別枠俺がちゃんと押さえとくからよ。私からはお前が上忍の資格ありと報告しておこう。ちょっと、それすごいじゃない。ひょっとしてナルト、あんた中忍すっ飛ばして上忍になれるんじゃない。私が進言するんだ、まず間違いないだろうね。やったやったぜ、さくらちゃん。よかったな、ナルト。あと1年の辛抱だぜ。ありがとう、シカマル。おや、たった1年の辛抱って、あれ？ラニが、受験者については5代目火影様の承認済みだ。
今さら俺が小細工したところでどうにもならねえんだな、これが。もっとも、お前が五代目火影に勝てたならその限りではないか。試してみるか。そんな、綱手のばあちゃんに勝てるわけねえだろ。では諦めるんだね、ナルト。なんだってばよ。来年頑張れよ。つうわけで里に戻るぞ。そんな、長すぎだってばよ。